弟の笑い声が入りましたね。なんかもらえるみたい。こういう感じで、そう、このねポイントが大事なので、ぜひしてみてください。サファイアでしたね。レインボースターは1個100ポイントですだそうです。すごい高い。うん、だるまエインさんありがとうございます。ハートマインさんありがとうございます。あ、宝箱ファデルさんありがとうございます。ファデルさん、だるまエインさん、ハートマインさん、だるまエインさん、ハートマインさん、ハートショーさんありがとうございます。ジャンレディ聞いたよ。お、どうでしたか。ジャンレディは尊い、ありがとうございます。今ルビーが、ルビーちゃうわ、サファイアが見えました。ありがとうございます。なんかね、こ、あと皆さん、ショールームとツイッターの連携をお願いします。ジャンディー、そう、リピート放送もあるんで、1時からぜひ聞いてください。ナナホとミオンと私の3人です。うん、ひんちゃんさん、キラキラ緑のありがとうございます。これは何、エメラルドかな。今日こそは3週チャレンジ中、ありがとうございます。次ね、22時から書いとかなあかんな。次が1時間枠で、今何時や、21時まで、1時まで、次22時から、はいです。あ、確かにトリプルリボーよ。うわー、言ってよそれ、言ってくださいよ忘れてたわそういうの。うん、実はさっき水玉の剣さんの部屋で捨て星集めに来たと言ったら、ぜひ応援してくれた。剣さんありがとうございます。見てらっしゃらないかもやけど、ありがとうございます。ケンさん、すごく本当に優しいんです。ケンさんってなんか舞台の時、稽古の時に悩んでて、めっちゃ悩んでた時に、すごい私のために、私なんかのためにアドバイスをたくさんくださって、本当にもう本当に本当にありがたかったです。それですごく励まされました。かわいいエイジさんありがとうございます。バラエイさんありがとうございます。ウマエイさん、ハートシュリンプさんありがとうございます。たくさん、オンペインさんたくさんありがとうございます。慈悲のために俺の部屋で星集めてって言ってくれて感動した優しい。またお邪魔します、ありがとうございます。また朝のみんな集まれたらいいよね、本当にね、集まりたいです。今日の髪型可愛い、ありがとうございます。チーム対決一緒でしたね。そう、 YouTube に載ってるんですよ。まだこれ見せたっけ、なんかねえ、見て、見せた、これ、なんか内出血になったの、いきなり。何があったんやろ、何も痛くないんですよね。なおちゃんのファンの方も50カウントしてくれてありがたやね、ありがとうございます。本当にありがとうございます、ありが
なんかもしかしたらカバンが重すぎてなんかギュッてなって内出血になったか、それしか思い浮かばへんな。うん、尊い永遠さん、かわいい永遠さん、くまきなこさん、ありがとうございます。かわいい焼きそばさん、ハートかずくんさん、くまきなこさん、ありがとうございます。ハートかずくんさん、たくさんありがとうございます。そう、皆さん10連打したら 1.2 倍になるんでね、よろしくお願いします。今日顔の半分目だね、かわいいそうかな、こっちに前髪、こっちに。あ、そう、アニバーサリーブック、そう、 HMV さんで私のHMV 限定特典で私のポストカードがもしかしたら当たるかもしれないっていう、ランダムで、そう、予約したらね、 HMV さんで、なのでぜひ私のポストカード欲しいなって思う方は HMV さんで予約したらもしかしたら当たるかもしれません。私も欲しい。大阪の店舗だけみたいですね。じゃあ、あれは店舗に行かなあかんのかな。お、ん？だるまシムリンさん、黄色い、ありがとうございます。ネットでも大丈夫だって、やったやった、ネットでも大丈夫だって。ルーム間違えたかと思ったら、ちひを確かにね、この髪型慣れないですよね。始まりました、ツイート。ネットでも大丈夫なの、朗報ね、朗報、やったやった。レアチーヒーです、片岡チャンネル見てありがとうございます。やったー、嬉しい、みんな星ありがとうございます。お、ワンポールさん、ハートありがとうございます。ハートハートハート叫ぶ大きな声で、好きだ好きだ、うんありがとうございます。ぜひって変顔しないんだっけ、あ、するします、不意にしてますね。やっぱしたい時ありますよね。ジャングルレディを聞いてありがとうございます。お猿日、確かにお猿ですね。お、ハートよっくんさんもありがとうございます。たくさんありがとうございます。アドリブラジオにまた出てね、出たい、全部ロックオール仕掛けたいです、曲を。ロックおろしにしたい、曲全部。おでこ綺麗、ありがとうございます。こんばんは、でこ出し久しぶり、嬉しい。すごい、皆さん星ありがとうございます。大変でしょう、11チームであと82万。わお、変顔しないと言ってたから確認してみた。
あ、変顔しない、あ、ネタですね、ネタ。アイメイク印象的でしょ。そうなの、ちょっともうまつげが重すぎて、なんかね、私マスカラがめっちゃ重い、重く感じるんですよね。マスカラって重たいよね。砂ずりポン酢買い占めてきた、あ、多すぎ、ずるいな。どなた？まつげ長いからだよそれは。そうなの？だるまのぶさんありがとうございます、いっぱい。だるまワンポールさんありがとうございます。バラよっくんさんありがとうございます。うれピーナッツバターおいしそう。TikTok 可愛すぎて何回見ました。そう、 TikTok にひなちょが撮ってくれたあの浴衣のやつを載せました。用意用意みたいなやつ、周知委員学園、うん、みたいなやつ。こんばんは、ちるちゃん、こんばんは。ちひなちょです。そう、ちひなちょ2週と50巻と完了、ありがとうございます。夏がもう一回来た感じしました。なんででしょう、浴衣ってなんで夏って感じするんでしょうね。まあ夏に着るからやろうな。わ、レインボースター見えた、おお、ありがとうございます。ハートくみちんさんいっぱいありがとうございます。赤いキラキラひんちゃんありがとうございます。黄色いだるま、エインさん、ありがとうございます。バーバン。解決した。解決しました。わ、なんか浴衣の女の子、本当に可愛いっていうか、綺麗ね。ひなちゃんは加入当時から、加入当初から慈悲のこと好きって、そう言ってくれて、今でも言ってくれますね。ちひなちょ歌もペアっぽいな。ひなちょは公式でこういうの載せてました。あれ、私が隣で見てたの。ぜひのね、久しぶり。いいでしょうこれ、深い色、深い色、秋っぽい、すごいです本当に。邪魔すんで、どんどん邪魔して。あ、かわいいカズくんさん、ハートシュリンプさん、拍手エインさんありがとうございます。オータムチヒ、そうです、2週と50巻と完了、ありがとうございます。支部について今話せる範囲で何か知らあればぜひ。そう、支部11月1日に日本武道館でなんとかな、スーパーね、待ってくださいね、コラボレーションさせていただくんですよ、そのスーパーパフォーマンス集団みたいな感じの方々と11月1日日本武道館でこう出させていただくんです。もう本当に恐縮なんですけど、初心者の私たちが剣舞そして支部を舞うっていうものがあって、それをもう完全無料配信のインターネットで、はい、生配信をされます。そう、無観客って言って
ちょっと詳しく見てみますね。YouTube の日本銀券支部振興会チャンネルにて11月1日の日曜日のお昼頃から生中継予定って書いてあります。そう、オリンピック開催に向けて改修工事の行われた武道館から、こんななんかね、アイドルとして武道館に立ったことはあるんですけど、銀券支部っていう、ま、伝統芸能で立てるとはまさか思ってなかったですね。でも難しいです、すごく。私は支部っていう剣を使わない舞う方を自分で選んだんですけど、扇子を使ってこう、そうそうやって、銀券支部銀は今回やらないので剣支部ですね。剣支部っていう剣と剣を使って舞う、そしてこう使って舞う感じ。ほんと最初は刀の方に手を挙げたんですけど、なんか繊細に見えて、その支部の方がすごく、あ、なんか美しいなと思ってやってみたいなと思いました。難しいですね。どこまで読みました私。ドラマシュリンプさん、ハートクミチンさん、バラスケカニさん、かわいいシュリンプさん、ハートマインさん、ハートマインさん、ハートマインさん、コバンスケカニさん、かわいいマサアキさん、お疲れマッサンさん、ハートノブさん、ハートマッサン、ファイトハメショウさん、かわいいノブさん、かわいいクニさん、ダルマワンポールさん、たくさんありがとうございます。富士さん、ハートたくさんありがとうございます。かわいいまさきさん、ありがとうございます。嬉しい。そう、刀のアクションは仁義なき戦いっていうのでやってたんですけど、なんかそれと盾、そっちは盾でこっちはまた違う、なんかなんていうの、舞う方舞ってましたね。そうそう、あ、かわいいな、一周さん、ハートよっくんさん、ありがとうございます。もう50分や、早っ。自主練でやるのモチベ難しそうね。そうなんですよ、ちょっと本当にそのちゃんとスケジュールを組んで練習しないと厳しそうから頑張るけど、ぜひ3週目行こうとしたら21時半まで獲得できませんってなった。捨て星と時間むずい、ごめん、全然大丈夫、ありがとうございます。謝らないで。伝統的なものを任されてるし中途半端にはできない、ね、そうなんです。全人突破、お、すごい、ありがとうございます。2000人突破、どこまで読みましたっけ私。ハートシモリンさん、たくさんありがとうございます。馬マインさん、ありがとうございます。熊和くんさん、ありがとうございます。
ハートシムリンさん、たくさん、ハートジェロさん、だるまジェロさん、ありがとうございます。イエーイ。3週とカウントはチヒタン眺めてるキャー。あ、サファイア、サファイア見つけた。サファイア、みんなチャレンジしてくれたんですね。見つけちゃった。かわいいスケコニーさん、だるまシュリンプさん、ありがとうございます。うん、うわ、縮まった、ちょっとだけポイント差。すごい、サファイア得意投げてもた、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。今日のメーカー、そうです、秋仕様、最近秋仕様ですね全部。かわいいスケカニさん、ありがとうございます。ダルマシュリンプさん、ありがとうございます。ハートタカヒロさん、たくさん10連打ありがとうございます。小判富士さん、ありがとうございます。ダルマ富士さん、小判シュリンプさん、ダルマ富士さん、ありがとうございます。ダルマ富士さん、たくさんありがとうございます。かわいいトハラ TP さん、ありがとうございます。かわいいマサキさん、ありがとうございます。水色だるまたかひろさん、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。うれちひーたん、3週完了、ありがとうございます。夏の夜の夢、懐かしい、今思い出した。わっ、うわー、サファイアだ。サファイアって綺麗ですよね。私の誕生石なんやろ、私の ラピスラズリって可愛い。ラピスラズリーいいですね。ターコイズ、タンザナイト、へえ。50コメントしろ、ありがとうございます。見て、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗やわ、めっちゃ綺麗や。なんか言うねんって感じです。見てください、この色、なんか宇宙みたい。うーん、水色系なんですね。あ、キラキラのぶさん、ありがとうございます。ハートよっくんさん、紫だるまワンポールさん、ありがとうございます。健康第一シュリンプさん、ありがとうございます。あ、くまひでさん、ありがとうございます。合ってるかな。かわいいたかひろさん、ありがとうございます。買ってないですよ、買ってないですよ。高そう、なんか天然石とかってめっちゃ高そう。なんか一回いとこのお母さんに指輪で天然石がついてるものをいただいて、ちょっと高めだったんですけど、私の保管の仕方がちょっとあれで、すぐ錆びてしまいました。ピエン、まあまあまあ、そういう時もあるよね。お、かわいい高弘さん、くまひでさん、かわいいまさきさん、たこおでん屋さん、ありがとうございます。13位しもりんさん、12位ひんちゃんさん、11位かずくんさん、10位ふじさん、9位ワンポールさん、8位えいじさん、7位シュリンプさん、
6位浜翔さん、5位スケカニさん、4位正明さん、3位ナオキックさん、2位サカッチさん、1位ファディルさん、ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。パチ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 、次あれしようかな、カラオケ配信。なんかそんな毎回同じ曲ばっか歌うけど、それでいいなら歌います。キラキラシムリンさん、ありがとうございます。お疲れファデルさん、ありがとうございます。お疲れ、よしよしツイッターにも書いといた方がいいね、みんな見に来てくれそう。ガラガラなんですけどね、声は。クマだ、クマ、ゆうさん、クマたくさんありがとうございます。僕はクマクマクマ、てるてるてるて。リクエスト、私が歌えそうなやつ、一番だけでも歌えそうなやつでお願いします。リクエスト、あんま分かんないんですけど、曲なんか48グループ、46、坂道 AKB とか、あの AKB48 の派生ユニットとかソロとかだったら大丈夫らしいです。一番なんか、そう、普通のアーティストさんが歌っちゃダメなんですよね。あんまりそう、いくらでもいけるんや。でもわかんないな、六甲おろしはダメですね。そう、皆さん ありがとう。また1時間後にお会いしましょう。またね。あ、誰のことを歌いましょう、それ言ってください、またコメントでまた、おー、ほぼ3週間に合った、ありがとうございます。口笛弟です、ごめんなさい。なんか痩せたって言ってノリノリでした今日ありがとうございました、またねー。